エンゼルスの大谷翔平投手は4日日本時間5日本拠地エンゼル・スタジアムで行われたオークランド・アスレチックス戦に2番・指名打者で先発出場した。 初回の第1打席で4試合ぶりとなる23号本塁打を放ちエンゼルスが先制した前日に右腕の違和感を訴えて交代していたが不安を払拭する一発だったこれでメジャー通算116本塁打とし日本人歴代2位の一郎の117本塁打に王手をかけた豪快なアーチをかけた初回ワンアウト今回のオールスターにも選出されたブラックバーンと対戦したワンボールワンストライクから 94.1マイル、約151.4キロのフォーシームを逆方向へ打ち返し、左中間へ先制23号ソロとした。4試合ぶりの一発でシーズン35本ペース。打球速度は105.7マイル、約170.1キロで、飛距離は403フィート、約122.8メートル、角度は26度だった。前日の同カードに先発登板した大谷は、ベーブ・ルース以来、 104年ぶりとなる2桁勝ち2桁本塁打の達成を狙ったが1対1の6回に痛恨の勝ち越し2点本塁打を浴びてこの回途中で降板3度目の挑戦も実らず偉業達成はまたも持ち越しとなった連続試合2桁脱三振も6で止まった打者としては3打数ノーヒット右腕を釣ったような違和感があったということで大事を取って降板後の第4打席には代打を送られたが この日は元気にスタメンに名を連ねた。問題なしをアピールするには十分だった。MLB 公式サイトのエンゼルス版レッド・ボリンジャー記者は「翔平大谷の前腕は大丈夫だ」とツイート。地元放送局バリースポーツウエストの名物解説マーク・グビザ氏はユニコーンの絵文字を使って「またやった」と大興奮だった。大谷翔平の次回登板が9日日本時間10日に敵地で行われるアスレチックス戦に決まった。 再び中5日での登板となる。ネビン監督代行が4日の試合前に明らかにした大谷は現在投手として9勝7敗打者としては23本塁打をマークしている10勝目を挙げればベーブ・ルース以来104年ぶりの2桁勝利2桁本塁打の達成となるこれまで3度の登板ではいずれも黒星を喫しており次が4度目の挑戦となる2ストライクスとショウヘイ Oh, got oh. it, got it, got it! 33!